やるやん。これ中田やるやんって思ったわ。昔から野球の歌かいよな。これはゴールデングラブですわ。どういうことや。中田が最初にベース踏んでないからランナー立ってアウト。なるほど。はい、小フライをバウンドさせて送球、一塁ランナータッチアウトかな。審判もプロの鏡。2回見て分かった小3用判断したな。中田がベース踏んでたらバッターランナーが先にアウトで一塁ランナーは進塁しなくてよくなるんか。インフィールドフライないんか。殺すぞ。ランナー一塁の場面はインフィールドフライの適用外やで。はい、中田があえてベース踏んでないってことなんか。先にベース踏んでたらどうなるの。進塁義務がないからタッチしてもセーフ。中田は上手いけどランナーはバウンドした瞬間セカンドに走るのがセオリーちゃうんか。ワンチャンノーバウンドにかけた方が生き残れる確率あるやろ。ノーバンで取ったと思ったんやろ。必死に戻ってるし小判見てなかったんちゃうか。吉川がノーバンで取りに行くと見せかけてギリでショートバウンドさせたのも上手い。中田性格的に守備雑なイメージあるけどめっちゃ守備上手いよな。なんだかんだ巨人になくてはならない存在になっとる。去年も翔さんと吉川のコンビで高いバウンドのやつ月数にしてたよな。あったわこれやわ。去年の中田と吉川のダブルプレイ。危ねえ思って足から滑った上本も賢いわね。こっちもすごいな。とっさの判断と吉川への信頼やね。これ当時取れなかったからごまかして指さしただけじゃね。とか言われとったのわいは忘れへんで。中田は守備の歌かいぞ言うても巨人ファン信用してへんかったし。広島さんこの一二塁間にいつも遊ばれてるな。吉川のものすごいドヤ顔で草生える。これめっちゃ気持ちよさそうやな。流れるようにベンチ帰るの草。瞬時の判断でこれできるのはすごいわ。草野球やったらおそらく衝突しかねん。ワイがいつも妄想してるプレイヤー、これ一度やってみたいわ。これこの前巻がやろうとしてトンネルしてた。ワイがファーストならベースに入ることすらしてない。